ございます。月曜日ですね。昨日マラニックでね たくさん走ったんで、今日はね、短い距離からのオナリモンスタートで、軽くランしてパン食べて、通勤ランしたいと思います。ということで今日も行ってきます。ありがとうございます。寒いね今日は。結構寒いですね。増上寺前ですね。これ短い距離じゃないとなかなかこっちには来ないんですけども、朝の増上寺すごい幻想的です。あ、昨日楽しかったな、ハラニック。ブラブラ都内を回るのもとっても楽しいですね。で帰ってきて動画編集したりしたんですけど、なんか鍋食ったんだけど、鍋食ったこと覚えてないんだよな、飲みすぎちゃって。お怖いよね。満足しちゃっていろいろ。気づいたら朝だった。始発でのこの短い距離だと、もうまあ全然真っ暗で誰も歩いてない。誰も、静かな方がいいんですけどね。いつもはもうこの辺で少しずつ明るくなってくるんですけどね、15分違うだけで全然真っ暗。まだ夜走ってるみたいですね。これが仕事行くとは思えない暗さです、本当に。いつもは全然時間がなくてお腹減りすぎで、ゴール近くなんでその前にパン食べちゃうんですけど、今日はまだ真っ暗だし、ちょっと15分ぐらい早めに来てるので、デイリー山崎の焼きたてパン頑張っていこうかなと思います。ちょっとねギリギリなんですよ、ゴール近くで。真っ暗だから頑張っていこう今日は。よし頑張ろう。明るくなってきました。デイリー山崎でパン買いました。今日はこれです。じゃーん、卵サンドといちごチョコチップメロンパン、うまそう。うまそう、いいな、出来たては。じゃあいただきます。Thank you.
い距離の朝ラン月曜日でした。なかなかデイリー山崎にね行けないので、今日は久々デイリー山崎のパンをね2個食べちゃいました。美味しかったです。今日からまた1週間ね頑張って走って、楽しんでまいりましょう。やっと体暖かくなってきた。今日も朝寒かったです。頑張っていこうぜ。月曜日1週間頑張ろう。頑張らねー。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。